ボルトの記録を更新しました、世界記録で金メダルですっていうゴールシーンやったら、世界中からとてつもないオファーのスポンサーシップがついて、年間100億多分いくと思いますよ。もしボルトを超える 100m スプリントが日本に退場したら億超えの年収を稼げると思いますか？だって、億超えどころの話じゃないですよ。ボルトどころか9秒台出しただけでも億は多分余裕でいくと思うんで、はい、実際に初めて9秒台出した選手がもっと稼いでると思いますし、億どころか日本で100、ボルト9秒58を超える選手出たら多分100億ぐらい稼げるんじゃないかなと思うけどね、これ。ボルトの記録を更新しました、世界記録で金メダルですっていうゴールシーンやったら、世界中からとてつもないオファーのスポンサーシップがついても年間100億多分いくと思いますよ。イージーゲームと市川寛さんの子供とかどうなりますかね、すごいですよね。ああ、すごいかもしれないな。かなちゃんとサブリ君の子供はすごいかもな。10秒3とか2とかの選手と 100m11 秒4ぐらいかの選手の子供でしょ。100%速いだろうな。100%楽しみだね。やってもらいたいね。肉汁やってもらいたい。以前階段ダッシュすると足が速くなるとおっしゃっていましたが、なぜですか？メカニズムを教えてほしいです。メカニズムとかないですけど、平地走るよりは足を前後に開く、そして開いたところからそこに体重を乗せて後ろ足を高いところに抜かないといけないので、スプリントでスタートから10歩ぐらいのところまでで必要な足のポジションだったり筋力を鍛えやすいね。一般の人だったら短い距離を走るっていうことに関してあんまり100とか200走ることないだろうから、ショートスプリントだったら階段やっときゃ大体の必要な筋力は大まかには鍛えられるだろうな。ただ何十本も普通に校庭走ってとか言えば、全然1日5本ぐらい歩道橋とかの階段を全速力で駆け上がるとか、なるべく少ない歩数で駆け上がるとか、いろんなテーマを持ってこうやっておくと、知らない間に他の子よりも足速くなったりすると思いますよ。こんばんは。陸上日本選手が終わりましたね。400m リレーの選考はどのように行われるでしょうか。どうだろうね。100m の、デーデーブルーノを入れるのか、あれ、選考がどうなってんのか分かんないんだけど、俺まだ。誰が代表なのか。もう代表決まったの？日本代表。誰か決まったんだっけ？もう全部。決まってんの？代表選手内定？山形と多田しか今まだ発表してないの？3位には山形選手の内定しても、桐生、サニブラウン、小池選手は内定を逃しています。なお2位にはデーデーブルーノ選手がありました。まだ分かんないのかな？小池は決まったよね。で、リレー走るのやっぱりもう一人入れるべきだから、そこを桐生にするのか、デーデーブルーノにするのかっていう話なのかなとは思うんだけど、か 200m から利用するのか、誰かを入れるのか。でも 100m のスピードが高い選手を多分リレーでは使いたいだろうから、多田は決まりで、山形も決まりでしょ。で、あと小池も多分決まりだと思うんですね。で、もう一人、サニブラウンなのか、桐生なのか、デーデーなのかだけど、デーデーは標準記録切ってない。だけど、この間のレースでは一番速く走った。で、サニブラウンは一番遅かったけども、自己ベストが一番高い。で、桐生祥秀は、自己ベストは、サニブラウンと0.01秒差。で、素晴らしい実力もある。で、リレーの技術は抜群に高い。で、この間の選手権も、5位だっけ？だから、この3人の中では一番上位である。あ、じゃあ、まずこの、で、標準記録を抜いた、出してない選手を除くと、桐生がその次の候補になる。だから多分、そうだな。去年からの記録で、やっぱり標準記録を連発している、やっぱり桐生が一番俺は有力かなと思うけどね。サニブラウンが今のコンディションで選ばれちゃうっていうのは、桐生が外れるんだったらサニブラウンはおかしいから、入るんだったらサニブラウンだね。か、もしくは順位でシンプルに表示、リレーだけデーデーを使うか。だけど、デーデーが入ると、やっぱりリレーはちょっと難しくなるなと思うかな、俺は。この間のレースは良かったけど、
言うてもベストが10秒1台でしょ。それだとやっぱり、ちょっと難しくなるかなと思うね。それはもう、あとは、短距離の部長が決めることだと思うんで、ここから先はちょっとわかんないですね、まだ。森山さん、溝口和弘さんのトレーニング教えてくれってずっと来てるけど。溝口さんは、ウエイトとか、セットとか回数とか決めないんだって。とにかく始めるじゃん。リストカールの話してたんだけど、リストカールっていうのを何十キロかでこうやって始めるんだって。ほんだら、20回、30回やってると、もう止まるんだって。もう止まるじゃん。当然、上ってやつは途中でこう、ね、足りなくなって、エネルギーが足りなくなって、酸素が足りなくなってとかって、あーってこう筋肉疲労して、ね、もうやめてくれって、壊れてるよってこう、ね、指令送ってくるから、止まりそうになるんだけど、それをやめないんだって。で、止まってもずっと力を入れ続けるんだって。ずっとリストカールし続けるんだって。で、苦しいし、痛いし、きついんだけど、ゼーハーして汗でドワーッと吹き出してくるんだけど、絶対にやめないんだって。やめないと、リミッターが外れるんだそうですよ。で、リミッターが外れた先は、そこそこ無限ループで動くんだって。そっからがトレーニングなんだっつってたよ。もう、理解できない。あの人のそのトレーニングの概念は、人間が自己の体を守ろうとするリミッターの内側でやってるうちは、常人のトレーニングでしかないっていうことなんだよね。だからやっぱり、常人ではない、超人になろうとしたら、人の機能を超えたトレーニングせねばならぬっていう提言だと思うんですよね。で、僕もその話聞いてっていうか、若い頃に陸上界でそんな伝説があったから聞いて試してみようと思って、坂ダッシュを600メートルぐらいある坂だったかな、600メートルじゃないか、800メートルか、800メートルぐらいある上り坂があるんだけど、そこで最初から全速力できつかろうがなんだろうが、スピードを下がろうがなんだろうが、全速力で動き続けるのをやめずに走ったら超人になれるかもと思って行ったら、その途中から本当に記憶がなくて、700メートル地点ぐらいかなで気絶してたっていう経験ありますけど、それに近いんだろうね。ただそれで強くなれたとは僕は全然思ってないんで、危なかった、ただ死にかけたってだけだったんで俺はあんまおすすめしないですけどね、溝口さんのトレーニング方法やばいと思う、やばいと思う。でもそれがね、やり投げみたいなパワーだけを競うとかって競技だったら、もしかしたら有効な方法なのかもしれないなと思うね。質問ですが、みやぞんさんの体を思った通りに動かす能力は高いでしょうか。どうなんだろうね、低くはないんじゃない、ただまあ改善の余地は多々あると思いますけどね、本当に高かったら多分もうちょっと実績が出てるはずなので、まあそこそこだと思います。身体機能は強いと思うんで、体は強いと思うんで、タレントとかと比べたら全然強度の高い体を持ってるなっていう感じますね。魔法の動作についてです。上半身は肩甲骨を大きく使い、肩甲骨とか考えてないです。浮力を得て体を軽くさせる点と、肩甲骨を左右に、肩甲骨考えてないです。重心移動を促す点が大切かと思います。肩甲骨は関係ないです。はい。肩から先の重量物、腕ですね。はい。の使い方を考えています。下半身を走るときの着地は腰高がいいというイメージがあるんですが、魔法の動きで膝を折って腰を低くしている理由を教えてください。なるべく同時に稼働する筋肉を増やすためです。はい。これはちょっとしたヒントですね。